記録するんだ。行くよジョアン。もっと近くで記録するんだ。行くよジョアン。あなたは汚れなくて私を命から、出なければ立ち去りなさい。もっと近くで記録するんだ。行くよジョアン。俺が負けるとかありえねえ。戦国風雲絵巻牧野八ルイス・フロイスのステータスこのようになっております、はい、まずアビリティが、うん、超アンチ重力バリア、うん、そしてアンチダメージボール、ゲージでアンチ魔法陣、はい、持っておりますので、トリプルアンチアビリティで汎用性の高いものとなっております、うん、はい、そして無属性耐性で守備弁でも活躍してくれますし、うん、こちら新アビリティ状態異常底力 L 持っておりますのでこの状態異常になっている時は、うん、殴り面でもかなり強力に削っていくことができます、はい、そして友情コンボが長距 SS 短縮弾と攻防アップなっておりまして、こちらメインの方はね、あの味方の SS も早めに貯めてくれますし、こちら攻防アップでね、うん、あの結構サポートもできる友情コンボとなっております、はい、そしてストライクショットがスピードとパワーがアップ&触れた壁すべてに加速壁を張る、うん、1段階目16ターン、2段階目24ターンとなっておりまして、こちらね、あの全部4つの壁触れると全部に加速壁が貼られますので、もうだいぶ走り回れて使い勝手のいいストライクショットとなっております、うん、手応えないけど、撫で切り。負けたら白装束って聞いて、あれ違った。この身も心も長政殿と共に、クラッチなものよ、下がりなさい。あまり手応えないけど、撫で切り。この身も心も長政殿と共に、クラッチなものよ、下がりなさい。あまり手応えないと撫で切りしちゃうよ。お市のステータスこのようになっております、はい、こちらまずマイスイーパー M、うん、そしてアンチダメージウォール持っているので2つのギミックに対応できますし、はい、超レーザーストップでレーザー受けても HP ね回復してくれたりと、回復面で結構役立ちます、うん、そして SS ターン短縮持っているので自身の SS も早く打てると、うん、そして友情コンボがメインで超強乱気弾と、こちら新友情コンボ乱回復弾持っておりまして、こちら周囲を5発の回復弾で攻撃するんですけども、うん、この攻撃が敵を貫通してくれるので、うん、かなり広範囲に強力なダメージを出すことができます、うん、これで、ね、また回復もできるもいいですよ ね。そしてストライクショットがスピードとパワーがアップ&触れた敵の攻撃力を吸収する、うん、1段階目12ターン、2段階目が24ターンとなっておりまして、こちらねまずスピードとパワーがアップしますので、そちらで殴っていくこともできますし、うん、より多くの敵に触れると自身の攻撃力がまた上がって、その後にもねだいぶ攻撃力高く殴っていきますし、友情にも乗ってくるので強力なストライクショットとなっております。邪魔する奴は打ち砕く。
アザイの底力を見せるは今ぞ。邪魔する奴は打ち砕く。そっと離れてたモリ。アザイの底力を見せるは今ぞ。邪魔する奴は打ち砕く。アザイ長政のステータスこのようになっております、はい、まずアンチ重力バリア、うん、アンチ魔法陣、そしてゲージで超アンチ減速壁、うん、持っておりますので3つのギミックに対応できますし、うん、このスピードモードもね、うん、持っていますのでスピード速く結構機動力もね、はい、あります。そして壁 SS 短短縮と貴重なアビリティを持っておりまして、はい、こちら壁に触れるとね自身の SS 早めに打てるとなっております、うん、はい、そして友情コンボが3方向追従型貫通弾とパワーフィールドとなっております、うんうん、まして、こちらねパワーフィールドに味方のサポートもできますし、こちら3方向追従型貫通弾もかなり強力となっております、はい、そしてストライクショットが壁をすり抜け反対側から出現する仲間たちを率いて敵へ打ち込む、うん、1段階目12ターン2段階目24ターンとなっておりまして、こちらね画面の隅とかにいて抜けれない時とか、あ、はいはいはい、壁をすり抜けてくれるので動きもあることもできますし、うん、味方に触れると味方もみんな動いてくれますし、そこでこのパワーフィールド展開しつつ自身で殴っていけたりとかもめちゃくちゃいいですね。いいですよね、うん、できますし、このアビリティの壁 SS 短短縮で結構何回もこうふるっと回せるようなストライクショットとなっております、うん、以上戦国風雲絵巻牧野八紹介していきました。お楽しみに、バイバーイ。